どうも皆さん、こんにちは。簡単ギター教室ガズギターのガズでございます。毎週日曜日は、ギター教室ガズギター講座開講中でございます。普段ですとね、このいつも、見ていただいているガズレレ YouTube チャンネルっていうんですけど、ウクレレのレッスン、動画をアップロードしているチャンネルなんですけど、日曜日だけはギター教室やってますよ。はい、今日もやっていきます。今回はテーマソングは、ドン川崎鷹也さんの魔法の絨毯。この素敵曲。アコギで超簡単ガズギターアレンジでやっていきましょう。はい。このガズギターはですね、もう宇宙一簡単、ギター教室ということで、弾き語り、世界一簡単どころが宇宙一ですから、指2本で弾けるコードだけで、やったりとかします。2バージョンやるんですよ。最初はシンプル簡単バージョンということで、指2本だけで押さえられるコードだけで、この曲できますからね。後半はかっこいいバージョン。ここではちょっと響きがいい、リッチな、コードを使ったりとか、ちょっとリズムをね、工夫したかっこいいバージョンということで、それでも簡単バージョンですけどね、やってみようと思います。ガズギターか、私にできるかな、ギター私不器用なんだけどな、という方、すぐできます。やってみたいなと思った方、ガズギターで始める方法、概要欄にリンク貼っておきます。そこからね、動画見ながらね、ギター触ってるんで、本当にすぐできます。ぜひやってみてほしいなと思うんですけど、一個提案がありまして、さっきも言ったように、このチャンネル本来、ウクレレのね、レッスン動画を上げているガズレレというね、チャンネルなんですけど、ウクレレをやって、ある程度ウクレレでいろんな弦楽器の基本を分かった上でギターやった方が、逆に早いということもありますんで、ぜひね、お時間ある方はウクレレもやってみてください。それをもちろん概要欄に貼っておくんで、ウクレレから始めた方が逆に早いかもしれません、初心者の方は。はい。そんなことをお伝えしつつも、今日も入っていきましょう。まずシンプル簡単バージョンなんですけど、コードはね、簡単バージョンはコード6個でございます。こんな感じの6個なんですけど、今見てもらうと分かるように黒い点を押さえるわけですが、指2本コードでできるよということになってます。まずこれをゆっくり、4つ弾きバージョンでやって、どんどん解説していきましょう。それでは、魔法の絨毯、シンプル簡単バージョンやってみる。1,2,3,4 くだらないことで笑って何気ない会話で泣いて一つ一つの出来事に忍びを挟んで忘れないように許さないように 1,2,3 アラジンのように魔法の絨毯笑わせるよ
つかないけど、お金もないし力もないし地名も何もない、だけど君を守りたいんだ。川崎高康さんの魔法の絨毯、ガズギター流シンプル簡単バージョン、左手コード指2本バージョンやってみました。コードは6つ出てきましたということなんですけど、この簡単コードでこの曲を奏でられるっていうのはすごく嬉しいですね、皆さん。で、これね、今聞いていただいて分かったと思うんですけど、歌はですね、やっぱりちょっと相当聞き込んでいただかないと、これね、特徴的な歌、リズムがやっぱ16ビートのね、ノリなんで、リズムをやっぱりこうしっかり掴み取るのが大事だと思うんですけど、今の4つ弾きで、このギター演奏だけだとですね、かなりこれは簡単な方に入ると思います。しかもゆっくりなんで、初心者さんにも最適。はい。さっきも出しましたけど、コードこれ見てください。いい感じですよ。指2本だけでできました。まずこれをですね、ゆっくりやっていただければと思います。ガズギターいつも言ってますけど、まず音楽をやることの、01。まずこの最初の一歩って結構ね、ハードル高いんですよ。それをやるためにまあね、この簡単な弾き方をガズはちょっと編み出して、指2本だけで弾けるよということで、この4つ弾きでやればどんな人でもまずはできるからということでやってますんで。まあでも、さっきも言ったけど、歌を覚えるのはやっぱりちょっとね、相当な聞き込みが必要だと思いますけど、ぜひこれでチャレンジしてみてください。これゆっくりできるようになっただけでも、本当これね、かなり、いいですよ。気分がいいんで。おすすめしたいです。はい。それではですね、楽譜、ガズギターの今のシンプル簡単アレンジの楽譜をですね、今ちょっと画面上にシェアしたいと思います。はい。ちょっと見ていきましょう。はい。魔法の絨毯、川崎高也さんです。ちょっと歌詞がね、これ見てもらうとすごく詰まってるでしょ。だから、ラップっぽいニュアンスもちょっとあるんですよね。はい。ちょっとこれを見ながら、お時間ある方はこれ見て書き込んでいってください。これ、動画のテロップを一時停止して、書いていっていただいてもいいと思うんですけどね。はい。見ていくとですね、ここちょっと見てください。くるっと囲ってて、ここ、CGA 星 A 星になってますけど、これ下にくるっと囲ってやるとかっこいいバージョンではこの弾き方しますということになってます。はい。これをちょっとね、最初にお伝えしておいて、こうやってカメラに映しておくので、書いていってください。一時停止でちょっとこれ書くの大変です。言葉めちゃくちゃ多いですからね。で、ここに1、2って書いてあるんですけど、ここ繰り返しになるところで、1回目は上の段、2回目繰り返した時は下の段ということになってます。はい。そしてここが悶絶のラップパートですね。このはい、ここのところはね、なかなかこれもう聞き込んで練習してくださいと。ですか？はい。まあ、テロップと一緒にね、こう示し合わせながらやるのがいいと思うんですけど。で、ここもに行きますね。G2 のようにって、はい。これがサビの2ですね。でここをやって、ここまでやって、来るとですね、ここ見てもらうと、はい。サビ1へ戻ってくださいって書いてありますね。サビ1に戻ると、で、ここにまた戻るわけですけど、ここでさっきここの丸2の、歌詞に行って、でね、ちょっとここ分かりづらいんですけど、ここまで行ったらもうね、ここの間奏を引かずに、こっちの G2 に、ラスト、サビの2にラスト、またもう一回ここ行きます。そしてここもちょっとね、変化があって、ここのところちょっと見てもらうと、1番の時は、ここまで歌ったらこういう風になったんですけど、2番の時はですね、ちょっとここ見てください。サビの2はね、ここから歌詞が変わります。歌詞が変わって、ここまで弾いたら、ラストのコード進行に変わるということなんですね。要は1回目は、ここまで来たら、D 星から G 来たら、ここをこういう風に A 星って間奏に入るんですけど、2回目に来た時は D 星 G と来たら、今度ここに飛ぶ F C、 これエンディングのコード進行なんですね。これはちょっとテロップと示し合わせていただいた方がいいかもしれませんということですね。コードはね、まあ、こっち書いておいたんですが、これから今かっこいいバージョンで解説していきます。かっこいいバージョンはコードの響きがちょっとリッチになります。これいつもの流れなんですけど、ちょっとこれ見てください。コードがだいぶ変わってきます。 C はさっきはこの指2本だったところに赤い点が加わって、はい、このね、ちょっとキラッとした輝き、さっきはこうですから、ね、
ちょっと砕けてる。今度赤いところが加わるとこう G も同じように1弦の3フレット赤いところが G が加わったと。で F はいつも言ってるようにこのさっきはこの2つだったのにここの小指のとことこの4つのこれが F がちょっと難しい。それでもねギターの F って一番難しいコードと言われてます。で1弦と2弦はいつも言ってるようにこの人差し指でちょっと触れて音をわざとくすぐらせる。でなるべくこっちのね3、4、5、6弦のあたりを弾く方が、ちょっといいかなというふうに気がします。そして今回ちょっとかっこいいバージョンでは、はい、ガズギターではよくこのパターンあるんですけど E とこう登場させます。さっきの E 星に1個足すだけでこれも簡単ですからね。さっきの E というのはこことここのこの2つでしょ、はい、ここにこれ足すだけですから、はい、この3つ、はい、これをちょっとねやってみようと思います。そして、かっこいいバージョンでやっぱリズムピックを使いましてストロークしていこうと思うんですけど、すごいゆったりな、16ビートのチャというリズムが、いいなと思うんですけど、これいつものようなガズギターで、ガズがさ、いつもやってる弾き方で、ちょっとブリッジミートをかけたような、16ビートをこう、ちょっとね、ゆったりやるっていうのがポイントになりますね。一応この16ビートの弾き方の解説っていうのは、ウクレレでやってる解説が分かりやすいと思うんで、概要欄に貼っときますけど、ウクレレで練習する16ビートのチャというリズム参考になると思うんですけど、ちょっとね、じゃあ、C で弾いてみましょうか。今日のリズムの基本的なビートはこんな感じ。ワン、ツー、スリー、フォー、ドン、ダン、なんですけど、結構ワンブロックコードを2個出てくるんで、そのサビのコードでちょっとやってみますと。せーの。感じでいきたいですね。ゆったりでちょっとブリッジミュージックかけてるんでドスンドスンというようなイメージができるとすごくいいんですけど、今聞いていただいたように力は入ってないですよ。力入れたらガチャガチャになっちゃいますからね。でこれはガズがいつもやってる弾き方でちょっとこのブリッジミュージックかけてるんですけど、フルオープンでつまりやるとこうなります。ジャーン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 、はい、こういう元気モリモリっぽいのもいいんですけど、ちょっとガズの好みとしてねちょっとここくすぐらせてあげるのがちょっと好みなんでね。あ、これはもうお好みだと思うんですけど、ガズの弾き方、これ再生リストとか見てもらうとこの弾き方解説してる動画いっぱい出てますんで、ちょっとやってみてください。でかっこいいバージョンでちょっとねコード進行変わるところがあるんですね。サビのね後半のとこですね、お金もないし力もないしからやってます。せーの、はい。お金もないし力もないし夢もないけど今のところワンブロックコード4つですけど、これゆっくりなんでこれは簡単にできるかなというふうに思います。でやっぱちょっとはめてるリズムでこのシャッフルの要素があった方がいいと思います。リズムがねふんわりするんでね、ドン、ためてゆっくり、これがキーポイントになるかなというふうに思います。この16ビートのふんわり感ってね結構やっぱ慣れが必要だと思うんですけど、もちろん川崎隆也さんの演奏を聞くもいいんですけど、これからやるガズのね演奏だとやっぱコードも簡単になってますね。このやっぱりねこのノリっていうのはやっぱねこの弾き語りやる上では歌とリズム、これがねやっぱ大事になりますね。ちょっとチェックしてやってみてください。それではやっていきましょう。川崎隆也さん魔法の絨毯ガズギター式かっこいいバージョンやってみる。1、2、3、4、くだらないことで笑って何気ない会話で泣いて、一つ一つの出来事に理由を挟んで忘れないように、許さないように、アラジンのように魔法の絨毯に乗って迎えに行くよ。
し力もないし夢も何もない、だけど君を守りたいの川崎隆也さんの魔王の絨毯ガズギター式かっこいいバージョンやってみました。いかがだったでしょうか。でちょっとね、さっき説明し忘れたんですけど、最初のところとか途中の感想のところでちょっとアルペジオっぽい感じで弾いてます。最初のところちょっとやってみると、くだらないことで笑って、今の感じこういうラフな感じで言ってます。決めてないの。何気ない会話で泣いて、一つの出来事にはい、こんな風にちょっとピン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 ってこう気持ちよくこう音をコードを押さえたところでタイミングをよく入れていく、これアドリブ感満載でいいと思うんで、ちょっとガズの今の演奏を参考にやってみてください。そして2回目に、来たサビの1位のところでもう1回アルペジオ僕押さえるところがあります。そうしてやってみると、まあ、こんな感じ。ラジンのように魔法の絨毯によって帰りゆくよ、これもきっちりのアルペジオというよりはたまにこうみたいな感じで十分だと思うんです。あんまりこうしっかりしたアルペジオっていう感じよりはちょっとこう緩く脱力したような感じのニュアンスを感じたんで、まあ、そこら辺はちょっと雰囲気でここ伸ばしちゃってもいいかもしれない。シンプル簡単バージョンでここ伸ばしたんですよね、繰り返しのサビは。なのでこの辺もちょっとねご自身のこうニュアンスでやってみるのすごくいいかなというふうに思いました。どっちにしてもこれ弾いてるとですね、すごく気持ちがいいんですけど、やっぱり歌のタイミングとメロディーがですね、なかなかやっぱ自分のものにするまでにはもうさっきも言いましたけど時間かかると思います。あとは今の演奏を聴いてもらって分かると思うんですけど、すごいどっしりゆったり、これが忘れちゃうけど、なんか夢中になってるとね、ガチャガチャ早くなってね、なんかちょっとね、せせこましい感じになっちゃうと、やっぱこの曲の魅力って半減するんで、そのゆったり感、どっしり感を、テーマにするといいと思います。ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。さあ、ガズギターではですね、皆さんからね、この質問とか困ったな、みたいなことをコメント欄で、募集しております。お気軽に書いていただくと、次のガズギターのね、テーマになったりとか、なんかそれ解説してる動画を撮ったりとかするんで、ぜひお気軽にコメント欄ご利用くださいませ。今この本も発売になってますよ。はい。ガズレレではですね、世界一簡単なピアノ教室ガズピアノもやってます。この本とうとう教則本が出版されております。こんな感じでちょっと探してみてください。ガズレレではですね、このガズレシピというアプリがあるんですよ。これめちゃくちゃ便利なアプリで、皆さんアプリのインストールは無料です。中でね楽譜を購入できたりするんですけど、インストールは無料でいろいろ機能ついてるんで、ぜひインストールもお願いします。そしてね、このアプリの中に入ってる楽譜が本になって、こっちも Amazon で販売中ですからね、こっちはね簡単バージョン以外にもかっこいいバージョンも楽譜の中に表記されてますんで、これかなり隠れた名作となっております。はい、これもねそうなんですけど、もちろんこのリットミュージックから出てるウクレレ本のシリーズ、もうすでに16万部ぐらいはもう全部で売れてると思います。ものすごいベストセラーです。なんでかっていうと、分かりやすくて簡単だからです。皆さんぜひこの本の方のチェックもよろしくお願いします。そして、ね、いつもガズさんが被ってるキャップだとか T シャツ、今日はちょっと T シャツじゃないですけど、このストラップだとか、このここに入ってる水引きだとか、いろんな楽しいグッズガズレレではありますんでね、これ公式ホームページにね、このグッズページありますんで、ぜひいろいろ見てください。今さらっと話したのね、概要欄に大体リンクついてますんで、気になったところあったら見ていただけるとめっちゃ嬉しいです。はい、そんな山盛りなガズレレなんですけども、音楽をですね、聴くからやるに変えていこう、笑顔が増えるぜということで、モリモリやっていきます。皆さん、どんどん音楽楽しんでいきましょう。またお会いしましょう。ガズレレでした。さよなら、バイバイ。